今日は10月25日ですね。水曜日ですね。天気は晴れみたいですね。時間は朝の8時52分ですね。昨日ですね、泊まりました。このホテルはあまり良くないですね。一番良くないのはうるさいですね。廊下でこう、歩く人とか喋る人の音がもうダイレクト。あと、外を歩く人がいっぱいいてね。非常にうるさいですね。夜中はまあ静かですけど、みんな、寝てますからね。でもそれ以外はうるさいですね、朝と夜ね。だから今日はこう4泊するつもりだったんですけども、やめます。1泊でも今日やめて、他のホテルにね、移ろうと思います。やっぱベネチアのね、駅の近くのホテルは良くないですね。駅を1個戻ったね、15分ぐらいかな、行ったところのホテルは値段が安くていいらしいんで、そっちにしましょうね。どうも、ベネチアのね、この辺はもうダメですね。設備が悪い割に値段が高くてね。で、朝ごはんも広かったですから、ダメですね。外れです。駅ですね、手荷物を一回預けまして、それから観光に出ますね。これでございましょうか。そこそこ混んでますね。No, rifiutare, abbiamo perso. Non me lo rifiutare. Io ancora sono. Posto? Deve depositare? A posto? Questo? Sono due pezzi. Two pieces. Two pieces? Eh sì. E diversi degli altri? Two. Two pieces. Questo non le ha posto al bagaglio. È già a posto. Vadi tranquilla. E noi le trattiamo sempre bene le suore. Anche se andate in crociera. Guarda che ti amo, amico. Bene, grazie. Andiamo, prego. Torni presto. 荷物を預けましたらですね、次はワポレットと言われてるですね、水上バスですね。それのチケットを買いに行きます。ここでしょうか、ここでしょうか。チケットだけですね。おう、ぽよ。3 days。フォト。3 days。3 days。82? 82、82? わ、ファインだ。ギリギリでしたね。3日券を買いましたね。3日乗り放題券で3、4、2100円ですね。そんなもんです。
いみたいですね。この運河はですね、どうやら右側通行ですね。右側通行で、皆さん。もうここ外海でしょうかね。海に出ちゃうのかな。次はサンマルコ広場ですね。サンマルコに着きましたね。サンマルコです。マルコですか。サンマルコって言ってましたね。こっちでしょうか。こちらからね、船を降りてやってきましたね。でこんな感じのとこですね。でこの先行くとね、もう外海ですね。外海になっちゃうんですね。ではサンマルコ広場ですね。こっちじゃないかな、みんな行ってんからね。こっち行ってみます。ベネチアの航空写真がありますね。こういう感じですか。でね、駅がここですね。ここです。でこういう S 字の運河がありまして、今こう来てね、こう来まして、ここがね、多分ね、今降りたところですね。ここがサンマルコ広場ですね。でこのでっかい S 字の運河なんですけど、橋がね、1個2個3個しかございませんね。こんなもんです。これはベネチアでございますね。こんな感じです。こんな感じのところですね。当然ながらですね、サンマルコに行くところはですね、コテコテの観光お店がね、いっぱい出てます。これは面白いのはですね、ネガを売ってますね。ネガをね。ネガを売っております。どこがサンマルコ広場なんでしょうか。人がいっぱいいますね。しかしね、こっちかな。海辺はね、こうゴンドラ君がですね、止まってますね。ゴンドラ君がいっぱい止まってます。こんなゴンドラがね、いっぱい止まってますね。鳩の餌ですね。鳩の餌を売っております。100円ですね、だいたい100円。こっちでしょうかね。何年か前にですね、映画でサンマルコ広場を見たことがあるんですけども、その時の印象はすごく広くてですね、人が一人もいないところに主人公がこうなんかベンチに座ってるんですよね。で鳩がダーッと転んでいくというシーンだったんですけども、来てみますとですね、来てみますと、まあそんな死ぬほどは広くないですね。そこそこの広さ、鳩がいっぱいいて、で人もいっぱいいるという感じですかね。まあコテコテの観光地ですね。ここもね、コテコテの。あ、でもまあこの建物はやっぱりすごいね。ここは噂のサンマルコ広場でしょうか。ちょっと一周回してみましょうかね。餌売りですね。餌売りとお土産が、でここは寺院ですね。鳩が妙にね、人の近くにいますね。当然ながらこっちは日本より全然慣れてますね、鳩がね。こんな感じです。鳩の目線でね、鳩の目線でこんなにいますからね、鳩は。
鳩だらけ。これ今寺院の天井ですけどね、こんな感じですかね。こういう絵がねございます。ちょっと中行ってみましょうかね。中ね、中行ってみましょうか。今中を見てきましたけども、一応撮影禁止だったんで、残念ながら皆さんにはお見せできないんですけどね。なかなかね、古い感じの教会で良かったですね、非常にね。さあどうしましょうかね。誰が鳴ってるんでしょうかね。今10時ですね。時間は10時です。ライオンが多いですね、ライオンがね。ツアークが多いですね、ツアークがね。あの鐘を鳴らしますね。一応ですね、サンマルコ広場を見たんで、次はガラスのね、工芸で有名なムラノ島ですか、ムラノ島どうでしたっけ。そっち行ってみたいと思いますね。よし、フェリー乗りましたね。村の島に行くという噂を聞いたんで乗ってみました。出発です。最初の駅はね、これはリドと言いました。これもちょっと島ですね。リド島と言います。リド島。ここではおりませんね。多分次はムダーノ島だと思います。そこそこの方がおりますね。そこそこの。着きましたですね。着きましたけども、あとで説明しますね。ブーラーのですね、ブラノ島です。ブラノ島に来ました。ですね、私は村の島というところに行きたかったんですけども、そこがガラスで有名なんですね。で、ここは村の島です。ブラノ島ではなくて村の島というところに来てしまいました。だいたいさっきこの船ですね、この船に乗ってだいたい1時間10分ぐらいですか。で、ブラノ島は、皆さん知ってますかね。レース網ですね、有名な島らしいんですね。まあ間違ってきちゃったんで、とりあえず見てみますけどね。ですね、朝ごはんをほとんど食べてませんのでお腹が空きましたんでね、なんか食べましょうかね。行きましょう。ブラノ犬ですね。ブラちゃん、ブラちゃん、ブラちゃん、こんにちは。こんにちはです。あ、行っちゃいましたね。ダメですね。洗濯物が干しちゃってね、非常にこう庶民臭い感じですね。非常にこう静かな観光地っぽいですね。わかりませんけど、コテコテお土産屋がですね、レースを中心としたお店ですか。それが結構ありますね。レースはあんまり興味ないんで、ね、一応、
あのさらっとね、こうさらっとこう、さらっとね、こうさらっとこう打つだけでね、こんな感じのお店がねあるんでしょうか。どっちですかね。こっち行ってみましょうか。とりあえずプラプラしてみましょうね。よくわかる。地図も何にもないので、そんなに大きなあの観光地じゃないんで、まあね、2、30分も歩けばもう大体こうぐるっと回れちゃうんじゃないかと思うんですけど、なんかね、シーフードの例えばあのアサリのスパゲティとかね、そういうの食べたいですね。なんかね、シーフードね、お魚系ですね。タコの刺身なんか最高なんですけど、まあそんなものはあるはずもなくですね。このね、色がね綺麗ですね。あのお家のね、なんでしょう、観光地仕様にこうあの協定を結んでるんでしょうか。非常にですね、あのそのクレヨンしんちゃんのお家みたいなのがいっぱいありますね。そういう意味だから自分でもよく分かりませんけど、こう色とりどり面白いですね。こっちから来ましたね。結構ね、お土産屋とかね、レストランが多いですね。教会みたいなのがございますね。こっち行ってみましょうかね。今ですね、このテーブルクロスで約8万だから5600円、5600円ですね。これがね5万だから3500円、安いと思いますね。これ3500円。ここはあの教会のね下のこう広場ですね。本当にあのお家の色がねカラフルです。うまくねこう塗り分けがうまくいってますね。お土産屋さんもですね、いろんな。こっちもね、レース君ですね。痛い毛くんがいますね、また痛い毛な犬が。こっちは何でしょうか、ですか。なんか船が、なんでしょうね、ここね。非常に色がございますね、ここはね。色の街ですね。あのこの色があるから逆にあの白いですね、あれですか、何でしたっけ、レースですか、これは引き立ちますね。そういう戦略でしょうか。お船はございますけど、これは何でしょうね。どういうお船なんでしょう。観光船でしょうね。よく分かりませんね、どこにいるんだか。ここは公園ですね。公園です。水はね、あんまりこう綺麗ではないですね。濁ってますね。50センチぐらいしか見えないのかな。そんな透明度でございますね。でかなりね浅いと思いますね。全般的に浅いですね。観光船でしょうね、やっぱりね。どういう観光なんですか。非常に今日はお天気が良くてですね、快晴ですね。気温も暖かいですね。半袖1枚じゃきついですけども、長袖トレーナー1枚ぐらいで十分ですね。暖かいです。この洗濯物の感じがね、こうなんかイタリアっぽくていいですね。なんかね、この股間がですね、非常にこう股間部分が擦れてるところが非常にこうイタリアっぽくていいですね。ここもお家のね、色が綺麗ですね。で、なんか位置やってますね。これはワインですかね。なんかこれワインっぽいですね。カボ君ですか。非常にゴチゴチした顔ですね。
あ、菊、ここにも菊がありますね。ヨーロッパの人は菊が好きなんでしょうか。今ですね、あのレストラン、レストランの、まあ、外の席に座ってるんですけども、時間が11時45分ですね。それであの料理はね12時からだと言われたんで、15分ぐらいね、なんか飲み物でも飲んで、非常にそういうところは融通が効かないですね。12時からだって言ったら12時からだよっていう感じですか。それでメニューがイタリア語なんですけどもね、非常に分かりにくいですね。分かるのはね、ビノは分かりますね。これはねスペイン語と同じで、これはワインです。ビノ、ビノブランコですか。ビノブランコはこれ白ワインですね。あと料理がよくわからないんで、まあちょっと適当に聞いてね、なんか頼んでみたいと思います。ですね、白ワインと、あとミートソースですね。ミートソースと、あとは、海の幸のフライとサラダ、これを頼みましたね。どんなものが出てくるか楽しみですね。ここは本当の観光ですね。観光コテコテメインロードですね。ワンちゃん。レストラン券？レストラン券？あ、全然。これ、彼はね、多分餌を狙ってるんでしょうかね。ガンガン鳴らしますね。時間は12時ですね。12回以上鳴らしてます。今ね、開けました。来ましたね。ニート君ですね。味はどうでしょうね。日本にもうまいスパゲティはいっぱいありますから、あんまり期待はしてないんですけども、食べてみます。なかなかトマトのね、酸味っていうんですか、麺もね、麺もコシがあって、若干こうまったりした感じ、うまいです。ペロペロっといっちゃいましたね。美味しいですね。非常に美味しいです。あとね、このフランスパンがね、結構美味しくて、これとワインだけでもね、結構美味しいですよ。美味しい。続いてサラダですね。トマト、人参なんですよね。あとね、なんか葉っぱみたいなやつ。続いてお魚のフライですね。これはタコとイカ、エビ、あとイワシみたいなやつですね。こんな感じでございます。美味しいですね。パンと一緒に食べると美味しいです。天ぷらとかフライを思い出しますね、日本のね。醤油は今日ちょっと持ってこなかったんですけども、レモン汁で食べてます。これとまだサラダありますから、ワインで十分ですね。今の食事で大体2800円ですね。まあ妥当な額だと思いますね。あれだけ食べて2800円です。何でしょうね。軍隊さんですか？タイちゃんですか？エンジンがなんか調子悪子ちゃんになってますね。たまたいましたイタイゲちゃんが。イタイゲちゃん。ハッピーゴザデミマステイ。かわいいね、かわいいね。名前はなんていうの？名前はなんていうの？名前は村野ちゃん？村野ちゃんっていうの？
ムナノちゃんっていうの？かわいいね。そうな。かわいいね。かわいい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 ね。これはね、表のこれは観光コテコテ街道ですけども、ちょっとね、あの裏路地に入ってみたいと思いますね。庶民の香りがするのでしょ。横もね、塗られてますね。きれいに塗られてますね。なんかいますね、そこにね。これは明らかなるキャットですね。キャットちゃん、キャットちゃん、いいね。キャットちゃん、おいで。キャットちゃん。いい、なんか、ペルシャっぽいね。ちょっと犬臭いよ。まあ、かわいいね、この子ね。かわいいね。お名前は？あ、すごい、毛並みがすごくいい。お名前なんていうの？お名前は？ニャーニャーっていうの？お名前は？モエーっていうの？モエーオン。あ、匂い嗅いでる俺の。臭いよ。よっから洗ってないからね。かわいいねー。かわいいねー。かわいい顔、かわいい顔ですね。はい、顔を見せてください、皆さんにね。顔をね。そうね、今、飼い主のおばあさんが出てきてですね。猫の名前はね、チーチーというらしいですね。チーチーです、チーチー。広場に出ましたね。こういう。感じですね。本当にこう色が面白いぐらいこうパステルカラー、パステルカラーですかに塗り込んじゃってますね。これは皆さんの合意がないとできないですね、こういうのね。非常にハードに庶民臭いですね。やっぱり観光のメインの道路から一歩入ると静かでございますね。で、観光のメインだけじゃなくてね、こっちの方までこうちゃんと壁は塗ってますね。で、こうご覧の通り建物自体のデザインはね、みんな同じです。個性はないですね。そんなにこう変わった奇抜なデザインのお家はないんですけども、ただこれ石を積んで屋根を瓦引いただけですね。作りはどれも似たようなもんですね。で、色だけね、隣の 家とはあんまりこう同じような 色にはしてないという感じですか。これどういう決まりでやってるんでしょうね。面白いですね。ウルトラ庶民臭いですね、この辺もね。いますね。ボンジョルノチャオ。あら、こんな感じのとこですね。この青が綺麗ですね。なんか色がね、鮮やかな。子供がなんかパチンコやってますね、パチンコね。パチンコっても日本のパチンコじゃなくて、石をね、打つパチンコですね。ね、手作り。手作りね。手作りパチンコ。ピシってんの？ピシッ。にゃん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 。にゃかにゃかにゃんにゃんにゃん。逃げちゃうんですね。逃げちゃう。なんか網が干してありますね。これ漁師さんの網でしょうかね。なんか、網っていうのは籠みたいになってますね、構造がね、少しね。なんか、ちっちゃいなんか、魚介類を取るんでしょうか。もうここは、またまた公園ですかね。こっち行きましょうかね。そんな大きな島じゃないですね。本当に。あ、ミケくんがいますね。ミケくんがね。ミケちゃん。ミケちゃん。ミケちゃん。にゃんにゃん。嫌がって逃げてます。これは小学校でしょうかね。この建物ね。ガキンチョウがね、いっぱいいます。ガキンチョウがね。手前はね、さっき着いたフェリータウンになるですね。ブラノ島とはですね、これでお別れしまして、村の島に行こうと思いますね。ガラス工芸のね。それを見てですね、今日はベネチアの方の駅にね、戻りたいと思います。